ボツの趣味部屋へようこそ。前回からの続きですね。はい、丈太郎を紹介したんですが、今回はスタープラチナ、はい、スタンドですね。こちらをねご紹介していきたいと思います。まあ、箱の外観をねぐるっとね見てもらいましたんで、早速ねこちら中身ね開けてみましょう。はい、ではね早速箱から出した状態こちら、はい、手パーツがね4つありますね。1つがねスターフィンガーのいう手パーツですね。めっちゃ長いすっげえ長いで、頭部パーツがね2種類ですね。やっぱね通常顔とこちらのね叫び顔なのかな、という感じですね。で、例のごとくこちらの台座がね付属します。ですが前回の丈太郎同様ね、こちらは使いません。はい、ちょっと使いづらいんでね、はい、で後ろにはね説明書がね貼り付けられてますね。はい、では早速ねこちら開けてね本体の状態見ていきましょう。はい、開封絞りました。ではね本体見ていきましょう。こちら、いやもういいね、かっこいい。この状態でもスタープラチナめっちゃかっこいい。出来いいね、ほんとそっくり。いやすっごいね。でここのね腰の部分のこのね飾りなのかな、これは固定されてませんね。でショルダーで、何よりもね顔が似てる、でこの髪の毛のたなびき具合もすっげえよく再現されてる。毛先までシャープなんだよね。なんか後ろから見たら馬王雷暴者みたいな感じになってるけどね。いやすっげえ、うわ、かっこいい。よくできてるこれは。はい、でこちらね頭部パーツがもう一つ、こちら叫び顔ですね。これももう完璧ですね。スタープラチナ、はい、という感じでね、一応手パーツはもう限られたものしかつけないんですけれども、一応ねこういうスターフィンガーご紹介しますが、めっちゃ長い、めっちゃ長い。一応ね爪まで再現されてますけどね、めっちゃ長いすっごいな。はい、ということでね、では実際に飾るポーズを決めて完成させたいと思います。はい、ポーズも決めましたね、はい、いやもうね殴りかかるようなところのポーズがやっぱりねスタープラチナかなって思うんでね、このポーズにしました。いやあのね叫び顔にもしようと思ったんだけどね、なんかちょっと合わないんだよね。なんだろうな、丈太郎の別パーツの顔もそうなんだけど、なんかしっくりこないんだよね、しかもねすっげえ取り付けられなかった穴がね狭かったのかわかんないけど取り付けられないのもあったんですけれども、はい。でこのポージングがね一番かっこいいなと思ったんでね、これにしました。でもちろん台座なんですけれども、台座はね普通のなんか安っちいやつですけれども、はい、
まあ、一応ね胸下まであるぐらいのやつにしました。はい、まあ、この方がね、うん、かさばらないし台座もね、まあ、未使用の状態で取っておけるんでね、はい、まあ、利便性を考えて安っちいやつで、はい、使ってます。では早速ねこちらちょっと丈太郎と並べてみますか。はい、丈太郎と並べてみるとめっちゃいいね、かっこいい、もう完璧だねこれねやっぱ最強のスタンドだけあるね、もうかっこよさも最強、やっぱ絵になるね丈太郎とスタープラチナは。いやこれはいい、うん、ということでね第2話、まあ、2部構成でお伝えしてきましたからねお伝えしてきました。まあ、一応ね実はこれ次ディオが出るんですよね、うん、そちらも予約済みなんですよ、はい、なのでそちらが届き次第ねディオとザワールド、そちらもね開封レビューしたいと思います。ぜひね対決シーンをね再現したいですね、はい、まあ、この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録してねお待ちいただければなと思います。では最後はね回転台座に乗せてお別れしたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。てめえのつけば金では払えねえ。